YouTube、 どうも、もめさんです。はい、まめさん、こんにちは。こんにちは、はい、視聴者の皆様、こんにちは。こんにちは。はい、まめさん、今日のね、はい、レクさんテレビ、ちょっとね、うん、面白い実験をね、うん、やってみようと思います。何ですか？まずね、使うもの、こちら、これ何ですか？これお皿です。はい、で、今度こちら水？飲む、はい、はい、水をお皿に入れて、まめさんから飲む。あ、いいよ、今入れる。あ、ダメ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 。で、さらにこちらでございます。はぁ、あ、もしかして、はい、M&M's をこれの中に入れて、はい、もし喉が渇いたら普通にこの下を飲むだけ。飲んで食べるの？うん、違くて、 M&M's をお皿に入れて、入れた M&M's を食べて、うん、喉が渇いた水を飲む。そう、違います。だって普通だったらでしょ。いやいや、違います。あのね、今回はM&M's が水の中に溶けるんですね。え？で、M&M's って一つ一つ色が違うんですよ。まあ、うん、これを水に浸すことによって色が溶けるんですよ、水に。そうすると、いろんな色を並べた M&M's から色が溶けて、綺麗なレンボーができるらしいです。おー、はい、ということで、まめさんがね、こういうの大好きなのでね、はい、パパね、用意してきました。じゃあね、早速ね、こちらね、M&M's を開けて、はい、お皿の方にね、並べていきたいと思います。レクさんテレビ。はい、じゃあね、まめさん、はい、早速、うん、M&M's を開けて、はい、ここの周りにですね、うん、うん、好きなように、はい、好きな色を並べてください。はい、開けます。はい、よろしくお願いします。こんな感じで、はい、じゃあ並べましょう。はい、ね、はい、まめさん、出来上がりました。うん、じゃあ次は、うん、このお水を少しずつこの中にね、はい、入れていってください。ここ？はい、真ん中にね、ゆっくりね、はい、一気にドカッとこぼさないで。え、怖い。パパがやろうか。はい。はい、じゃあいきますよ。はい。あ、こんなでいいんだ。そうそう。だったんですけど。はい、で、これでちょっとしばらく待つと、色が出てきます。うん、どうだ、出てきた。水飲んでいい？水どうぞ飲んでください。ほら、出てきた出てきた、ほら、お、見える？お、どうでしたか？面白い。楽しかった？はい、はい、まだ遊んでる。もうこれ味落ちてないかな。いいの食べるの？食べたいの？いいの。落ちちゃった。手が手につかない。どうですか？普通ね、まだ M さん。そうなんだ。じゃあパパもちょっと1個だけ食べてみる。もうね、見てください皆さん、こんな真っ白になっちゃうんですよね。はい、こんな感じ。これ溶けたところですね。はい、で、こっちが溶ける前のところです。はい、はい、ではね、皆さんもね、はい、ぜひね、M&M's、お皿、はい、そして何の変哲もないお水でできますので、はい、ぜひね、ご家庭でね、はい、楽しんでやってみてください。これはね、絶対ね、みんなね、喜ぶと思うよね、まめさんね。うん、まめさん、今もうちょっとね、レクさんテレビそっちのけで、M&M's に夢中になってるので、はい、レクさんテレビはこの辺で終わりたいと思います。はい、ではね、皆さん、本日も最後のご視聴の方、二平デビュー、二平デビュー、次回のレクさんテレビでお会いしましょう。またメンソーレー、またメンソーレー。まだ食べてるの、うん、おいで。あかんでしょ、これ。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と他の動画を見てねー。